おはようございます。ハワイ島コニャです。グア君がいますよ。太郎、何してるの太郎君。誰かがいるのね、お外に。ほら、誰かがいる。不審者がいる。あ、おはようございます。ハワイ島コナです。懐かしいですね。なんかね、調子悪いらしいですよ。なので、今日はですね、私ちょっと決死の努力で、今超仕事忙しいんですけど、半休します。ちょっと午前中、午後2時ぐらいまで時間を作ったので、子供の面倒を見に、行きます。ほら、ここなくなってすっきり、ね、いろんな実とかが落ちてこなくて、メンテナンスに便利です。ではでは行きましょう。というわけで改めまして、お疲れ様です。おはようございます。ハワイトコナットです。ほら綺麗、なんか嵐の跡みたいな。 Yeah, it's a little texture already. No, it's texture, it's kind of chalky a little bit. It's not bad. なんかちょんちょんちょんっていう雲が可愛いです、正面の。はい、今コストコロードを下ってございます。下ってだって下ってございます。はい、後ろには子供を乗せてます。57歳の子供なんですけれどもね。はい、いろいろまあ訳あって、まあそのね、世界平和と、心の平穏と健康と安全のために、ちょっとね、子供の世話をするという選択に至った本日でございます。はい、ちょっとね、今いろいろイベントというか、まあ、ちょっと考えてることがあって、その1、ちょっとね、タロニャンのサブちゃんを作っちゃおうかなとかね、本当タロニャンオンリーみたいなとか、あとはね、ちょっとね、すごいイベントが実はあ、だいぶね、風邪治りました。ほら、昨日より鼻声改善ですね。こんな時はね、波乗りするに限ります。鼻うがいみたいな感じで、鼻うがい、喉うがいでもう完璧って感じになります。サーファーってかなりバカなんで、ちょっとぐらいの風邪だったら波乗りすれば治るよねとか考えてます。はい、あ、そうそう、それでね、結構大きなイベントが火曜日にあるんですよ。それが何かはちょっとまだ内緒なんですけど、めっちゃすごいイベントごとになります。お楽しみに。パチ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 。ちょっとね、リアルタイムで、なんだろう、いや、ライブはできないと思うんですけど、ちょっとその日は動画撮りつつ、アンドショート動画ちょっとバンバン上げてこっかなとかね、いろいろ思ってるんですけど、1122になりますかね、日本時間だと。ちょっと非常に特別な日になりそうです。まあ今日はね、あ、サンテンローション、サンスクリーン、yeah, I have. You forgot? Okay, I have. I believe. Yep, yep. すいません。そんなわけでちょっとね、子供が後ろ持ってるので、とりあえずちょっとビーチに行きます。ではでは、到着しました。なんかちょっといい感じじゃないですか。きれい。Oh, there are waves. Yeah, look at that. There's nobody even out there at the bay. Looks like.I got lay for the first time in a while. Look at the rocks. And Ellie's. Ellie's look good. You see that? Ellie's. It's beautiful. Beautiful left. I love left. Oh, no.
left at Ellie's at Colleen's. 久しぶりに。Hey Colleen, how are you doing? I'm grouchy today. I'm like, alright. That's so funny. She's never grouchy to me. She's literally my big sis. Yeah. Well, it's all guys out there and stuff. Mune? Mune-san. It looks big, but I believe it's not. Call a boy. It can't be big. It's small, right? Okay, great. It's crowded. It's a mess. Oh, yeah, it's crowded. It is? Yeah. Whoa, there's 1,000 kids on the inside. Oh, geez. What? They're just coming right at you. Come on. But you know it's a kook with the way they put their surfboards on the car? Yeah. Jerry and Otis. Let's go forward. Yep, and then they put it nose first. And they have it nose first. You know they're super cool because they don't know what they're doing. They're supposed to have the tail of your board first. Was it? It caused a splinter on your board. And then. Was it so? I forgot. Oh, she's here. Because the last time I put my board, I believed putting my longboard on top of the car roof was cool. That's what I felt when I just started surfing. That was like literally more than 20 years ago. Oh, that's so Japanese, Sunny. Oh, crap. You know, these... That's how you hold your board? Yeah, I don't know. Why do you have to have that? That's why I don't like to park in the sand. You don't have to here. In the parking lot. Tsukare sama de gozaimasu. Iya, ii nami deshita. Itsumo yutteru kedo. Demo ne, kaze ga chotto tobimashita ne. Ii nakama to hontou ni ano ii nami de happy.ビーサーフでしたよ。2時間近く入ってたかな。ちょっとね、鼻声気味かもしれないですけど、だいぶでも調子いいです。かなりサーフィンは調子良かったです。今日はちょっとあれだな、今日のビーチ動画を撮ろうかなと思ってございます。まだ波あるかな。ちょっと曇ってきちゃったけど、雲が晴れるといいなね。昨日はすごい天気でしたけどね。あそこにまだやっぱり暗い雲があるけど、お日様が出てきますように。いつまでも見ていられる。本当に綺麗です。世の中にはいろんな人がいて、いろんな考えがあって、いろんなことがあるけど、これは変わらないですね。この太陽、波、感謝です。美しい。さーてさて、世界平和と心の平和のために、お昼でも食べに行きますかね。さあ、どこに行こう。
今日はね2時過ぎにはちょっと仕事しないといけないですよね。あーめっちゃ綺麗。うわー、こうやって見るプアララエも本当に今日は綺麗。さてさて、競技の結果、ちょっとね久しく行ってない、お店に行こうと思います。タウンです。ちょっとね一説にはキャプテンクックのコーヒーシャックに行こうかっていう話もあったんですけど、ちょっとまたの機会で。現時刻は金曜日の、正午ちょい前でございます。これからタウンに行きます。ではでは、はい、というわけで、コメントも頂戴しました。こんにちは金亀さん、ご宿泊の方こんにちは、アロハはい、現時刻は金曜日のお昼を過ぎたところでございます。12時過ぎ、今日はねすっごい久しぶりに、もうごめんなさい、ちょっと1年以上行ってないと思う、1年どころじゃないな、めちゃめちゃ久しぶりにちょっとあの波乗り仲間の友達のやっているお寿司屋さんに、ちょっと食べに行こうと思います。食レポ動画はねちょっと相変わらず別にしようと思ってます。あ、ちょっとなんか波 It's breaking hitting the wall you know couldn't be surfable in town too some spots I don't know yeahここです。この左手のね心さん。ではでは、めっちゃ綺麗。ちょっとね今あそこのね看板の心さんでご飯を食べてきました。ちょっとね 2,3 年ぶりに行ったんですけど、お値段がやっぱり倍ぐらいになってて、サイズもちょっとステルスになっててちょっとショックでした。あれ、ちょっと待って、 PV が移転したんだ。ハラニー、あ、クイーンズの隣に移ったんだ。あ、いいとこじゃん、いいとこじゃん、いいとこじゃん。 That's even better. Good for them. はい、という感じでね、良い子の皆さんは真似しないでくださいね。ちょっと一瞬だからと思って、ABC に止めてます。聞かなかったことにしてください。はい、というわけで、ではでは、まだもうちょい続きます。というわけで、いやめっちゃ綺麗ですね。すごい綺麗、すごい綺麗、すごい綺麗。はい、3連発しちゃいました。心さんね、ここです。右ここ入ってったところです。ほんとね、うちのあのキーキーって思ったんですけど、ここも床すごいですよ。床じゃない、道路。やっぱね、大木はいろんなものが落ちてくるからね、それこそあのね、木の実とか葉っぱとか。まあね、正直言ってコナはちょっと今ほんとごめんなさい、辛口で、ね、友達が勤めてるところなんで、勤めてるじゃない、友達がオーナーで、しかもね多分私奥さんの方がめっちゃ大好きで、で仲良しなんですけど、あの彼女ね多分まあ見てるんじゃないかなとも思うんだけど、それでもやっぱりあの BB's is right there. That's awesome. Yeah, right in there, right? Awesome. Deep Pacific Vibrations. Awesome.First surf shop since 1978. なんだっけ、あの人が話してる時にね話しかけてくる。あ、ね、そう、最高だから素晴らしいから皆さん行ってくださいって言いたいところだけど、でもやっぱりね、あの本当正直に思ったところを、まあ言うとね、じゃないとまあほらやらせでしょうとか持ち上げでしょうとかっていう風にね、あのなっちゃうかなと思って。
まあね、あの繰り返しですけど、私のチャンネルだから、まあ、好きにすればっていうのもありますけど、でもそれでも私は正直でありたいなと思うので、ちょっと改善の余地があるなと、思いましたところは、正直に述べさせていただきましたでございます。というわけで、ではでは、金亀さんのところを通過して、ちょっとね、物足りなかったので、物足りなかった、相変わらず鼻声ではございますが、いつものところにちょっとアイス食べに行こうと思います。粉らしくて綺麗な天気です。今日はなんか色のコントラストが綺麗だし、今からね悩んでる。ブリザード食べるけど何しよう、何がいいかな、何がいいかな。でもやっぱりあれかな、ブリザードチョコブラウニーエクストリームかな、かなかな。 So my favorite that they used to make and went out. Can't evenNow, royal something. Royal chocolate brownie. Wasn't it chocolate brownie? Yeah, it's brownish thing. I can't even take a turn here. Got it. Can I go straight here? It's not one way, yeah? Because that guy was like way front and could be one way, but I don't care. There's plenty of room. I wanted to. Yeah.やっぱ DQ かなと思います。今日本当にいい天気です。何にしようかな、友達の息子あ、今日はチョコブラウニーエクストリームです。いただきます。お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。今度こそ本当にお腹いっぱいです。やっぱり食後は DQ ですねというわけで、お家帰ってタロニャンとゴロニャンしようと思います。ではでは、あくまでも予想ですが、もうちょい続きます。タロニャン、今へそ転してたじゃん、どうして起きるの？タロ、どうしたの？今めっちゃへそ転してたよ。何やった？タロ、なぜお母さんの足を舐めるですか？恥ずかしい、へそ転してた。はい、今日2回目のタウンというか、ちょっと下の方まで来ました。なんかね、光る海がとっても綺麗なので、なんか不思議な色というか、なんかエネルギーを感じる、すごい綺麗な時間だなと思って、ちょっと動画を回そうかと思ってございます。今正面ハーバーなんですけど、すごい海のあの辺がものすごい光ってて、ね、すごい綺麗。希望とかエネルギーとか
なんかいいエネルギーを感じるなと思ってたら、ほら虹が見えました。綺麗。大きくなりそうだな。はい、さっきの虹はもう消えちゃって、でもすごいこの今ハーバーのところなんですけど、すごい西日が。ちょっとね、今からもう今何時、4時過ぎてるんですけど、しかも金曜日のもうね、多分誰も働いてないよねっていう時間なんですけど、ちょっとこれから会社行きます。オフィス行ってちょっと仕事がありますっていうのが、明日ちょっと内覧案内があるんで、ご案内のねちょっと資料とかを作りにちょっと行こうと思ってます。はい、金曜日の4時半です。日本だったら間違いなくみんな働いてる時間だけど、どうかな、誰もいないんじゃないかしら。そんな気がする。美しい。なんかサンセットが綺麗になりそうな。今ね、空港のちょい先の、昨日ちょうどガーッと雨の中降りてきた、パリセイズというサブディビジョンに向かっていく海南ドライブを登っていくところです。ちょっとね、姉さん家に行きます。今から例のあのアメリカ人のね、ちょっと姉さんのあの姉っていう字は、あの女編の何、この死じゃなくて何、姉子のあっちの方の姉です。あんな感じなんですよ。今ね、ハイウェイ走っててもサンセットが始まるね、もうすぐっていうのが綺麗だったんですけど、ちょうどね、仲良しの友達から電話かかってきて、まあ仕事仲間でもあるんですけど、ちょっとおしゃべりしてて、ついつい。この辺りもね、本当にうわーっと一気に開けたんですね、1980年代かな。でやっぱり通り沿いはね、ちょっと音がかなり交通量が、こう縦に行く道って限られてるんですよね。もう海南か日奈良に、コストコロードか、もうあとパラニをこうね、ずっとくねくね登っていくかですよね。いや、こうやって上りを見るとこれもまたすごい荒廃ですよね。これ最後のところがえぐいんですよね、確かね。やばい、スマホのまた警告が出てる。動画があと何十分しか撮れないよみたいな。動画回して回して回しまくって、ちょっとバン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 出していかないとスマホがパンクしちゃう。ドロップボックス有料版持ってるんですけど、なんかドロップボックスに落として、でそこをまたね、なんかこうエディターに入れてとか、スマホでなんかこうめんどくさいから、まあ、とりあえず撮って出して削除っていうのを繰り返してます。私毎日毎日すごい撮影して、写真もね撮って、で削除削除です。めっちゃ綺麗。今行き過ぎたので戻るところなんですけど、めちゃめちゃ綺麗ですね。
セットの時間。今日すっごい綺麗なサンセットになりそう。綺麗。姉さん家からのサンセット。すごい。めっちゃこのラナイ素敵。